チェリーです。今回はこちら、来ました。うわー、バックリフェニックスのオーバーロードアルベド浴衣8分の1スケールフィギュアでございます。まあちょっと季節外れの浴衣ということなんですけど、この綺麗なアルベド茶をねっとり堪能していきたいと思います。それでは早速ぐるりと回していきます。チェリーズヤス、はい、それではアルベドの浴衣手元でじっくり見ていきます。まず台座見てもらいましょうかね。もうほんまにシンプルなクリアブラック的な感じかな。すっごい手汗でしょ、興奮してね、ベッタベタ。ほんなら顔面をねじっくり見ていきましょう。ちょっとね、うちわのせいで口は隠れちゃってるんですけど、この角度から見てください。えぐない？すっごいお化粧しちゃってる。これはね、アニメジャパン2019の時に、角川のブースで飾られとったパネルがあったんですよ。ちゃんとね、うちわとかもこういうの持ってて、わあいいなっていうの思ってたんですよ。でね、実際見た時ね、この顔の頬のところが、まあこのフィギュア自体もちょろっと朱色がかってるんですけど、ほんまもんな、あのパネルの方はね、めっちゃ過剰なぐらい真っ赤っかやったんですよ。それがないからちょいと寂しいけど、まあごっつい可愛い。うわー、この上からの表情、睨み上げてるでしょ、アインズ様のこと。ほんまに恋焦がれてる女性みたいな表情してますよね。アルベドってなんか表情がいちいちエロいんですよね。うん、可愛いというよりかはなんか妖艶さを放つエロさというかね、もうなんかようわからんけど。ほんでこの頭の角見てください、完全に巻き上げてるんですよね。俺最初高級なナメクジかと思ったもん。びっくりするぐらい綺麗、えぐない？土のこの進化系というかね、かなり綺麗で、ここのね髪の毛の部分完全にクリアなんですよね。なんか紫クリアみたいな。でここのね髪の毛自体も先っぽだけはクリア、根元に関してはクリアではないけど、なんか濃い色でもないんですよね。まあクリア系な髪の色にはなってますかね。アインズ様のうちわもじっくり見ましょうか。これすごい可愛らしいでしょ。なんかアインズ様の威厳がなくなってるな。いやー、でもこの浴衣のねデザインもいいでしょ。蝶々の金色があしらってあって、右肩にはクモの巣がドスンとあってね、アルベドの象徴のクモの巣ここにもありますよ。えぐいってデザイン、やっぱ紫似合うな、アルベドは。白金やけどね、普通の衣装に関しては。こんなね、浴衣の紫着てる子見たことあります？ほぼおらんでしょ。これが軽々アルベドは似合っちゃうんですよ。うわ、これ見て、アインズ様みたいな、おるで、これ。ドクロマーク。なんなん、この弱そうな骸骨。ねえ、なんかドラクエの一番弱い骸骨みたいやんか。浴衣の模様もものすごいいいんですけど、
アルペドの象徴って言ったらね、この羽ですよね。えげつないぐらいでかい。おいおい、ファミチキよりでかいんちゃうんかこれ。むっちゃでかいですよ。手のサイズ考えて、これこれもんですせ。これがずっとあって、この柄がえぐいでね、この羽の色がね、なんとも言えメタリックなんですよ。すっごい光沢放ってますよ。ブルーメタリックでもないんよな、紺色メタリックみたいな。その色の名前に関しては知らへんけど、この内側とかもごっつごとなってるこれ。うん、なんかちょっとグラグラ動くな。ちょっと差し込み甘かったかな。ほんで足元見ていきましょうか。これはまあよくある夏のね、下駄みたいなやつ履いちゃって、ここの紐の部分は、濃いピンクになってますかね。ちょっと紫混ざったようなピンク色で仕上がっていて、爪の色もねグッチー塗ってあって、きれいきれい。これ中はあれあるんちゃう、これもしかしたら。おいおいおい、ありえるぞ。うわでも見えへんな、申し訳ないです。後でねライト照らして一人で見ますわ。もしかしたらこれはアルのベドがおるかもしれんな。ほんなら後ろ見ていきましょうか。後ろはね、この羽の結合されてる部分、うん、ここちょっと奥の方に見えますかね。その上に、帯のリボンなんかな、これもうリボンなってますよね。どうえらい長いですよ。これも結構動くっていうね。まああんま動かしすぎてパキーってもたら怖いから、あんまり触りたくないですけど、このリボンもねかなり綺麗な色を放ってるんですよね。バイオレットというか、うん、ブラックアンデッドみたいな色、すっごい綺麗な色ですよ。なんとも形容しがたい色で、アルベドの羽の形言ってなかったですね。この左羽はぐーっとこう前に覆いかぶさるようになってるんですけど、こっちはちょっと離れ気味というかね、左右かなり非対称になってます。髪の毛見てください、これ。ここやったらよう分かりますよね、クリアになってんのが。灰色なんかな、うん、灰色チックになってますね。だから根元のところもね真っ黒っていうわけではないんですよ。ほんのりクリアがかってるように見えませんか、ちゃうかな。今回の一番の見どころと言ったらアルベドのポニーテール、こんなんなかなか見れませんよね。過去にないんちゃいます、アルベドのフィギュアでポニーテールなんて。まずアルベドのフィギュア自体が少ないのにこんなことやってくれちゃってる。うーわー、帯とはちょっと違う色のリボンでぐるんとここ巻き上げてもらってて、まあ足のところのここの色と一緒かな、多分ほぼほぼ一緒ですね。ほんで言う忘れてたんですけど、この浴衣の袖えぐいでしょ。どうなってんのこれ、ベシャメルソースかな思ったもん。でここもやデロンデロン、カーテンの下みたいな、うん、下っ面になってますよね。こんな浴衣オーダーメイドしか絶対ないですからね。でそれがまたなおかつこのアルベドさんには似合っちゃうんですよね。もうさん付けしてもうた。まあ最後ね、ねっとりちょっと見回していきましょうか。でーまあ羽もすごいんですよもちろん、けどもやっぱこの本体、ここが可愛いな。こんな表情のアルベドないですからね。かなりお人形さんみたいな顔してる。まあちょっとね、人形っぽく見ると怖い感じの顔ではあるけど、すっごい美しいですよ。この横から見た感じとかえぐいでしょ。でこの柄ね、下の方も炎みたいになってる、すっごい綺麗、ばっくり。いやー、いいカラーリングしてますね。全体的に暗めの色やのに、なんか暗さを感じひんというかね、やっぱりアルベド自体に花があるから明るく見えちゃう、そんな感じのフィギュアでございます。冬の浴衣もなかなかよろしいですやんか。まあほんならこれちょっとね、ガラスケースぶち込んでいきましょうかね。ちょっとここ入るかな、だいぶ怪しいんですよねこれ。結構台座がものすごいサイズ感、うん、ばっくりですからね。いけるか、一応入るは入ったけど、このフィギュアの感覚が無理。どうないしよう、あ、まあ、いけるか、うん、こんな感じ、いい、もうちょいこっち、でも、まあまあまあこんなもんでいいか、とりあえずは。今年届くフィギュアはおそらくこれがラストやと思いますんで、また来年ね、何体か届く予定はありますんで、それが来たら一気にねガツンとお引っ越ししようかなと思ってますんで、またお引っ越し動画来年いつになるか分からんけど楽しみにしておいてください。アルベド最高でございました。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。